こんにちは。こんにちは。たっけんし、あやはると申します。この動画は小田原や不動産の難しい事柄部長などを噛み砕いて解説します、うん。動画がブレイクしまして、やっぱ社長の心がけだね。そんなことないですよ。ベルホームス社長でございます。はい、ございます。で今日は大工と不動産屋と欠陥住宅と家の水平という話、うん、というのは先週の家の平行、そんなのあんまり意識しなくて撮ったんだけどね、社長ね。ああそうですね。こんなニーズがあるとは思わず、これがまさかのプチブレイク、プチ炎上、やっぱり家の中の水平って気になる人が多いんですかね、結局。結局水平が悪いとこの建具の立て付けも悪いんで、よく社長から聞く、窓が閉まりづらい、うん、ドアが閉まりづらいも、うん、要するに家の平行が取れてないからだっていう方、うん、あれは合ってる感じ、はい、そうです。水平になってないと垂直に物事いかない。そう、物事いかない。確かに水平があって垂直がある、うん、だからドアが閉まる、だからうまくいかないっていう理論、うん、これは社長は再三他の動画でも、うん、怪しい基礎の時でも言ってましたもんね。だから逆に我々も分からなかったところは、まあ僕は今回欠陥住宅と家の水平という話にしてるんですけど、うん、そういうやっぱりあれと思う人が多いってことだよね。だからもしかしたら困ってる人も多いかも。多いってことなんでしょうね、直角そのひどい欠陥住宅みたいなテレビでやるようなってことになるかもしれないんだけど、うん、社長の言い方してると、そういうちゃんと水平、天井の水平と床の水平、柱とのこの垂直、これがちゃんと取れてないってこと自体がいわゆる欠陥住宅の、うん、まあスタート、うん、まあそれはこの前の能登地震のレポートでもちょっと間接的に言うとこの話なんですけど、やっぱりそういう要素はあるんですか。やっぱりそこを結構、うん、あまり時間かけないで進んでっちゃうんで、家の建築が進んじゃう、うん、変な言い方しますけど、せっかくこんな高い家建ててんのに、うん、作ってる人はその中間で調べたりしないんですか、それは。本当に素朴な疑問だけど、だ大工さんは土台据えるでしょ、うん、そうすると土台の高さが悪い場合は、まあ、監督に言うか、うん、あと自分大工さん自体は基本的に直さない、やらないんだ、はい、まあ、前の基礎屋が基礎の高さが悪いんだっつって基礎屋のせいにする。そう、よくこのそれは現場監督怪しい基礎ってこの2本の動画の中でも言ってるところですけど、明日の概要欄にタグ貼ってるんで、それも合わせてみてくださいね。結局自分たちの直さないで、基礎屋なら基礎屋とか大工なら大工のせいにして、うん、ほったらかしにして進めちゃうんですよね、うん、だから完璧にゼロにプラマイゼロで基礎を作ることは無理なんですよ、うん、本当に社長はそれでも現場監督としてもう基礎屋にはもう端の端までもうきちっと目光らせてやるじゃないですか、社長は、他の工務店さん知らないですけど、だからそんなに基礎が崩らない形で大工の工程行くじゃないですか、でそれはその方が大工として作業はしやすいからでしょ、簡単に言うと。そう、後々楽なんですよ。で家も持つからっていうこともあるし、結局アフターも楽になるからってこともあるから、社長はそこをある意味力入れてやってるわけじゃないですか、うん、だから土台がこう、まあ、下がってたとするじゃないですか、うん、水平じゃない、うん、そうすると外壁張る時も困っちゃうわけ、サイディング。ああ、当然そこが平行取れてないってなれば、うん、サイディング外の壁張る時だってこうさっきの水平垂直が守られてないわけだから、うん、サイディングも張りづらい。そうそうそう、ということは変な言い方だけど大工はもう分かってるよね、作ってる途中でこの家ダメな家だっていうのは分かってますってことですよね、ただ直すには時間かかっちゃうし、じゃあもういいやって言ってやめちゃう、うん、もうやんないですよ。でこれはもうメーカー名は言え、うん、さっきはメーカー名挙げてたけどね。これは恐ろしくて僕らも言えないけど、うん、いわゆる建てるメーカーじゃなく、うん、いわゆる注文メーカーでさえもそういう事実がある、うん、だからそうやって悩んでる、引き渡しで悩んでる人が世の中いっぱいいるから、うん、こうやってみんな見てるんだろうね、うん、でよくね、うん、建具の具合悪いとか言いますよ。
言うでしょ。言います。で、あの昔はほら建具屋さんが建具作ってたから、はい、お客さんはあの建具屋が腕が悪いって言ったの。まあそうです ね、よく言おう。その話を1年前にお客さんから聞いて、うん、その家はもう25年ぐらい経ってるわけ。ああ、経ってね、うん、ほんで建てた大工さんは黙っちゃってるわけ。あで俺見てね、うん、いやこれね本当は建具屋さんがいけないんじゃないよって言った、うん、大工さんが柱をね垂直とか土台をね水平に立ってないから、うん、建具屋調節したけど、うん、限度を超えちゃってんからだけど建具屋さんは大工さんのせいだって言えないじゃん、ね、なるほどね、言えないよ。俺は言えない。そしたらその人、うん、散々ね建具屋に文句言っちゃったんだって。ああ一番ダメなやつあそうなのってそうだよ。これはね建具屋さんは親が大工の親方から仕事もらっていいから大工さんのやり方が悪いんだら言えないじゃん。言えないです、うん、それもサッシだと同じ。そう、窓のサッシも、うん、皆さんから欠陥住宅の一丁目一番地だから、うん、今日これ社長が切り出してくれてる部分があって、今言った窓のサッシも開きづらいとか、うん、あのずーっと勝手に開いちゃう自動ドア。サッシ屋さん俺週に行くでしょ、はい、調節してくれってだけどもともと床が斜めだとか言えないじゃん。そうなんですよ。だから結局サッシ屋さんも建具屋さんもドアやってる人も襖屋さん、うん、畳屋さんもそうだしサイディング屋さんもそうだし、うん、それはその上の大工っていう人から下請けで仕事もらってるんで、うんうん、そうだ、まあ、大工の文句言えないんですよね。だ今は元請けの文句言えないから。そうなんだ。例えば丸々ホーム、まあ、社長で言えばベルホームっていうところは仕事みんなにこう職に出してるんで、ベルホームの仕事悪いなんて言えないわけです。言ったら自分たち仕事をおまま食い上げになっちゃうんで、うん、だからぐっとこらえてる。今で言うと建具屋さんに対してこれはお前の技術が悪いから、でも建具屋さんはさっきの話じゃなくて知ってんですよね。そうそうそう、これはもう家が悪いからうちらのせいじゃないって知ってんだよね。だから我慢して自分のせいにしてしてるっていう、うん、じゃあ逆説的に言うと今新築でも何でも家住んで、僕でも社長によく言われるのは、うん、新築の戸建ても中古の戸建ても家買うときは早くドア開け閉めピチッと、うん、ピチッと閉まってるか上浮いてないか閉まってないか、それよく見とけよって言われるっていうのは、うん、そういうとこ来てるわけですね。そうですよ。やっぱり、うん、これが社長が言うにはこうピタッと閉まってるようでもちょっとこうやってね浮いてるように見える、うんうん、こっちがこうやってこう浮いてるように見えるっていうのは、これがサッシが、僕サッシとかドアが悪いと思ってた今の文句の話だけど、じゃなくて、うん、まあサッシとか、うん、窓ガラスとかドアっていうのは既製品だから水平垂直取れてんですよね、うん、実はそうそう真直角だから、これはもう真直角なんですよ、うん、皆さんこれが悪いってみんな思って、今さっきのね、うん、あの中古の家の人じゃない、うん、ドヤつけて起こした人じゃないけど、うん、ここだと思うけど、いや違って、本当はこれこそちゃんとした定規みたいなもんで、うん、これが定規みたいなもんがずれてるってことは、うん、それをはめがってる家の方が悪いだ、イコールそれが水平と欠陥住宅の一番地ってことになるわけですね、うんうん、そうだから、そこを引き戸がつくところは余計に神経使って水平見るとかね、あのよく引き戸の方が分かりやすいって言いますよね、うん、障子襖とか引き戸っていうのは分かりやすいって言いますよね、うん、家によってはたまにあの中古の家なんで玄関ドアあたりの引き戸なんかも引っかかったりとか、ドアが開きづらいなんていう場合も、ああいうのが下手すると家が経年とかもあってこうひしゃげてる可能性っていうのはゼロじゃないってことですよね。だほとんど最初からですよ。あ、うん、それはタイルにひびがいってるんだったら沈下ってあるけど、はあはあはあ、タイル割れてないのにここだけ斜めっていうのは最初からなんです。なるほど。あの玄関の玄関の ドアもあの、ね、なんつうの、一個つけるにね、うん、真面目にやれば結構時間かかるんですよ。かかりますよね、確かに。あっこの床のタイルのところをピタッて水平にして、うん、で垂直にしてやれば、うん、あの不具合がないから。確かにそうですね、うん、玄関先昔の家タオルタイルだった、うん、タオルじゃないよ、うん、タイルだったりこう打ってるところに、うん、そこにクラックもない、うん、タイルも割れてない、うん、そういうことはそこはもう昔のままちゃんと維持されている、うん、ある意味その場においての水平垂直が、うんうん、だけどドアの閉まりが悪いって言ったらもうこれはもう 100% 家ってことですよね、うんうん、そうだ、必死になっちゃってこうなってる、うん、そう、社長が言うにはそのさっきのドアの閉まらないのもとにかく
水平垂直取れなくて必死になってる、うん、だからサッシも開けづらいんだ、障子襖も開けづらいんだ、うん、だからそれが極端になると天井高の高さ、さっき言ったその水平垂直が取れてないから、うん、測れ測れって前の動画でも水平の話でしてましたよね、うん、水平にこうする、だからそれをちゃんと斜めに測れば間違いないよっていうのが前回の動画でした。だからそういうそれ以前にあれこれ来た当時からこの襖ってこんなにカッカカーなんて言って開くとかってなったら、それは鍵が閉めづらいとかね、あーありますね、ああいうのは大体もう変な風についちゃった。例えばあの、うん、今言った引き戸タイプのこういうなんかで閉めづらいっていうのもありますけど、社長例えばこういう開きタイプのドアってありますよね、あれがこう昔はちゃんとロックあったけどウィーンってこう勝手に開いちゃったりとか、開けるときにグーなんて力入れないと開かないとか、だからそれのおかげで鍵穴がずれてるか分かんないか、かけがかきづらいとか、それももしかしたら家が傾いてるとかって欠陥の可能性は、欠陥じゃない最初からの、あ、なるほど、これで改めなきゃいけないです。欠陥住宅っていうのは、うん、要するに経年でダメになってるわけじゃなくて、もう新築で立ち上がった時から、もうダメってことね、そうそう、水平取れてないってことね。ドアが勝手に開くっていうのは、あのドアのノブのところの柱が外側に倒れちゃって、ほんで片っぽはこう垂直に立ってる、はあ、そうなんかねじれたりしてるとこうなんか勝手に開いて、先ほどドアっていうのは水平垂直上下みたいにできている、あとは両方ともちょっとこう上が斜めになっちゃってるから、あ、要するに自動的に開くってことはそちらに行かなきゃいけないから、これが例えば今パート2の方はこうやってこう傾いてる、こういうドアのがこう傾いてる、それから車掌がいてねじれてるってのは こうねじれちゃってる、また下がこうやってねじれちゃってる、そうしないと要はこれがこのドアが自動的にこっちに開くっていう推進力がない、じゃあ結構そのドアが開きづらいとか勝手に開いちゃうっていうのは本当にまあある意味欠陥住宅のですって言ってるのも同じってことですよね。そうですよ、だから家をほら建て前するはずじゃん、しますね、そこまでにいかに完璧に作るか、そこまで完璧に作れば全て完璧にできる、あの壁張らないであのみんなで食事取ったりする建前のあの時ですよね、あそこまで水平垂直、あの平面も直角に作れば家ってもうすごい綺麗にできる、あの、僕が社長で、社長はそうやって自社も含めて他社の現場周り好きじゃないですか、写真撮ってそれ趣味じゃないですか、どのメーカーとは言えないけど、建前のメーカーで、これ前のね、ハウスメーカーの話にもしてましたけど、こうずれちゃってたりとかってあるじゃないですか、建前の時に、今みたいにその水平取れてないってことが発覚したとしても、もうそこまで来ちゃったら、直せらんないですよってことですよね、直せらんない、だからサイディング屋も困るし、建具屋も困るし、大工さんが困るし、まあそうですよね、要は当然その定規と同じで正方垂直か、水平で作られてるものだと思ってサイディングも持ってくるし窓も持ってくるし、ドアも持ってくるという名のもとに来てるわけですよね、それがそこが合ってないって言ったらもう合わないわけですよね、困るってことですよね、だけどそこはもう後からじゃ直せらんないんで、そうですよね、でもそれって地獄ですよね、そうです、地獄ですよね、はっきり言ってね、それ住むんでしょうのに、その人って、だからそこに一番もう注力しなきゃいけないんですよ本当は。でも、さっき話のさっき戻るけど、二つ聞いた、まあ、最初に戻るけど、まずは一つはもうそこまで毎度毎度水平垂直水平垂直、まあ、これまで機械でピタピタ測ってハウスメーカーだ作ってたわけじゃないでしょ全員が、そうですよ、そんなに時間かけてないんで、そうですよね、でこれもやっぱり今回このね前回のその家の水平というものがあのたくさんの方見ていただいたことがあるんであえて聞きますけど社長ね、いざ新しく家住んだ、そしたらあの動画見たおかげでドアの開閉見たらやっぱり締まりが悪いとか、窓が開きづらいとか、どうやっぱちょっとおかしいってなった場合って、ものすごいざっくりした聞き方社長にするけど、治るのそういう場合って、
それは、まあ、治るまで、治るとこまで壊せば治るってとこなんだ、うん、もうそこまで戻んなきゃダメなんだ、戻んなきゃもうダメですよ、うん、例えば床だけパーッと張り直したら終わりじゃないのね、うんうん、だから今ほら土台の上に24ミリのベニヤ張るじゃん、ありますね、それ土台が下がっちゃってるともうその仕上げの床材もどんどん下がっていっちゃうから、要はそれだけ下がるといくらそのフローリング材の下に床材っていうのを張るんですね、うん、で、まあ、この間にクッション材入れたりする場合ももちろんあるんですけど、要するにこれがこうやって斜めになってたら、うん、これもこうなるわけです、うん、で正直言うとこれを合わせるために大工の技術で、これ僕の今までの話いきますよ、うん、こうやって斜めになってる家があったら大工やったら器用だから、ある意味、うん、こうやって水平取って作ることはできるんだよね、床取っちゃうよね、床取ってこうやって作業することはできるんですよ、うん、ただこうやってる新築戸建てもいっぱいあるんですよ、だけどこれが経年数何になるかって、これは床なりですよね、結局浮いちゃってんだから、いや浮いてないですよ、浮いてない、ここはついてるの、ついちゃう、僕はあの床なりの動画を僕この前上げたのは実はその振りもあってね、社長が聞くと、いやこの床なりっていうのはこう浮いちゃってるからですよと、こうあってフローリング材があって、で僕はね今ここもあえて聞きたいんだけど、僕はこう家の水平取れてなくて強引にこのまっすぐにしたおかげでね、こういう空間ができたおかげで俺床なりしてるんじゃないかと思うところがあるの、いやそれは違います、これは違うんだ、水平じゃなくても、うん、その部分はだいたいピタッて貼れちゃうじゃないですか、床って、ああまあ確かにこう斜めなら斜めでこう貼れちゃうからね、大きな板だったらねちょっと変なになっちゃうけど、じゃあそれは別にこのついてるとこが斜めだからこう浮いちゃって床なりっていうことではなくて、これはもうあくまでもあの接着の力だということなんですか、だから床を貼るときにそのだ床が上がっちゃったかどうか、まあ、それは施工不足の方か、施工だね、施工の方、うん、じゃあそれは家の水平じゃないってことは今分かりました、うん、そうするとじゃあみんなその正直言うと住んでみて生活してみて、今我々の言ってることがやめてって話ってやっぱり何度も言うけどいっぱいいると思うんですよ、うん、トイレのドアがさカッカッて引っ張りかかるんじゃないと開かねえんだろうなとかね、はあ結構あると思うんですよ、その新築で、うん、そうすると、いわゆる大手メーカーさんのメンテナンスなんかはただドアの上下を削って、ああ削れば大丈夫ですよ、うん、ドアが悪いですからって、うん、説明するはずなんですよ、で施工してそれである程度また元の生活にも通りってなるんだけど、うん、そもそもの原因は、うん、さっきの建具屋の話が一番分かりやすくて、うん、結局そこは施工ではなくて大工が悪いってことになるわけね、大工さんもだ一番悪いのは会社、会社元請け、元請けハウスメーカーなりってところですよね、うん、そこがちゃんと指示しないから、まあ、そうですよね、それが、うん、あの大手メーカーと工務店の動画でも言ってますけど、ビジネス化して分業化しちゃったことが最大の問題だと思うんですよね、それが現場監督の問題もそうだし、だから基礎はまあねえそれは3ミリぐらいは狂っちゃいますよ、人間がやってんから、そうですよ、この部分だそうです、3ミリですからね、だからその後に調整板使って調整すれば、うん、直してよっていうことを会社が言わないと、だそういうところまで全然気持ちがないんでしょうね、はっきり言うとね、うん、だから自分なんかはね、うん、あの富水に金物屋とか、はいはい、ありますね、はい、あります、あります、で調整板買うのうちなんだ、うちだけだから、そこも売れてんの調整板買う人がいねえんだってだからいやそんだけやる人いないんですよ、うん、だからもうそれはもうしょうがないとは思うんだよね、だからもうそれはある意味一つの答えだと僕は思ってる、だからそのぐらいみんな基礎のこと考えてないんだけど、うん、社長は家って基礎だって言うじゃないですか、スタートはとにかく家基礎がちゃんとやらないと始まらないとまで言わないじゃない、うん、言うじゃないですか、だからやっぱりね、なんか、うん、みんな、まあ、今ほら、ぎゅうぎゅうに絞って絞って絞られちゃってるし、結局、最大の管理者がどこが重要かは、まあ、ちょっと利益の重視になっちゃってるっていうのもあるから、あのだからちゃんと作ってね、本当に安いんだったら安いよ、そうそうそうそんな家作ってね安いんじゃ意味ないでしょって俺は言いたいの
だって要するに半端もん作って安かったら、ね、それは何なのって話ですから、ね、俺なんか木工事の時の人工と建て売りのままもらってる人工全然違うわけよ、うん、だからそんだけ手間かけないとちゃんとは家できないんですよ。だけどそういうものが当たり前だ。僕はこれ飛躍した言い方になっちゃうかもしれないけど、物価高物価高っていうのが言って高いものを軽減する、うん、それは僕の自分の動画の仲介手数料の話でもしたんだけど、うん、仕事をちゃんとしてるんだったらそれは値段が高くても僕はいいと思ってるんですよ、うん、はっきり言って必要な仕事って地味だけど大変じゃないですか、はっきり言って水平合わせるって、うん、だってうちらの仕事は 後戻りできないんですよ。そうそう、さっき言ったじゃあ、うん、言いましたね、欠陥住宅どうしたら直りますかって言ったら、そこまで戻んなきゃいけないって言って、もう見てる人を地獄に叩き起こすようなこと言ってるじゃないですか、聞いて、うちの家ダメだって言って、もう直んねえって母ちゃんって言ってるやついっぱいいるよ、はっきり言って、うん、だってね、それはもう直んないの。あ、まあ、そうだ、多分そうなんだけど、うん、だけどこれは建て売りなら今しもう注文で、うん、はっきり僕正直動画だけど恐れず言えばね、うん、あんな高い値段払って、うん、それで欠陥住宅引き飛ばせるなんてもう地獄でしかないですよ、僕からすると。だからまあそこら辺はまあちゃ本当はなんか当たり前のことがね、うん、評価が薄くて、そう、あの水平って当たり前じゃないですか、当たり前そのそのね、水平作るの当たり前なそういう評価がないわけよ。でもでもその当たり前求めてる動画が一番回ってんだから、だからないんですよ社長、うん、あるようなもので、うん、エルドナルドと同じであるように思って、家の水平って日本どこ探してもほとんどないんですよ、はっきり言うと。じゃなきゃおかしいじゃないですか、こんなに ブレイクするって、うん、この内容が家の水平なくてみんな困ってんですよ。だからあのやっぱりその結局は一番元請け の社長の指示だから、会社のやっぱりスタンスもあるし、うん、あの社長は今言って実は結構重たいこと言ってて、当たり前のことをちゃんとやってても評価されないっていうのはもうまさしく今の住宅業界を表してる本当に希望の話だと思うんだよね、うん、で当たり前じゃないことばかりみんなその、うん、大変悪いけど、いやあの社長の部分のゼッチ住宅、スマート住宅、これも動画見てほしいですけど、これはきっちりやってますよ、うん、そういう目ぼは新しいことに関しても社長は、うん、だって今度だってまた基礎の勉強しに行くんでしょ新たに、ま、だからこうやって勉強熱心な人は能、ね、登の現場も行ってこうやって、ね、話もできるわけだし、うん、自分が体使って勉強してる人はこういうこと言えるわけですよ、うん、水平だって別に当たり前じゃんって言うんだけど、うん、みんなそんなことを聞かれたら下手すりゃキョトンって世界なのが本当は住宅業界だよね。だからねやっぱりその限度っていうのはあるから、そうね、そこを超えちゃうとお客さんに怒られちゃうから、もういやだってまあ怒られる以前にさっきの話で僕も確かにそうだと思ってるのは、うん、建てる人も途中で気づいて建てる側も嫌になっちゃうよね、うん、そんなに水平通じてない家施工するって言ったら、うん、だからね今度ねサイディング屋に話聞いてみな。ああ今度紹介してくださいよ。あ違う違う、あの張ってて困ったことないとか言って、あ、こっち聞いてますよそうすると土台がこんな斜めになって合わせるの大変だったよ。だから僕ね、サッシ屋さんとかお風呂設置する人とか顔出なくてもいいから本当の意見言ってほしい、うん、水道屋さんでもプロパン屋さんでもいいし、困った家ないですかって、絶対困った家ってあるんだけど、うん、そういう話って絶対表に出てこないじゃないですか、うん、というわけでなんか、はい、途中で熱のしすぎて社長が止まりましただからどこで繋がってるか分かりません。まああの、うん、そこは途中で送られてどこでもしょうがないですもん、いなくなっちゃったから。だけどちょっとこれまた第2弾やりましょう、そういう話は、うん、ちょっと日改めてももう一回やろうと思いますので、ぜひよろしくお願いします、はい、じゃあまた最後なんでね、バイバイだけしますね、はい、はい、バイ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 、はい。